はい、お久しぶりです、スタイルです。今ね、2023年2月で、大学入試もう真っ盛りじゃないですか。で、僕のね、母校中央大学のね、一般入試 もうまさに今ね行われてて、で、とあるね視聴者の方からですね、その中央大学の入試に関わる話でね、とんでもないね垂れ込みいただいたんで、ちょっと今回も紹介します。うん、ちょっと見せるよ。 DM が来ましてね、諜報員がね、全国各地にね山ほどいるから来たんですよ、 Twitter の DM でね。で、ほら早くしろよ、遅いんだよこれね。まずね、これね、これね、なんか今2月15日で、2日前に中央大学の商学部の入試があったんですよ。まさに僕 の出身学部、僕中央大学商学部会計学科卒だから、まさにね、僕の出身学部の入学試験の日本史の試験で事件が起こりました。まずこちらご覧ください。これね、送られてきた DM ね、これね、中央省でリバプールを観測しましたって、とあるね、諜報員ステチルがね DM 送ってきてくれて、で、まあ、なんかこういう問題文がね、そう、この一昨日の中央大の日本史の問題文が載ってるんですよ。で、何かなと思ってね、今日よく見てみたんですよ。そしたら、文中の問い語ですね、問い語、文中の下線部4について開催地として最も適切なものを次の中から1つ選び、その記号をマークしなさいと。なんだと思ってさ、見たのよ。そしたらね、このありさまですよ。おい、倒れんじゃねえ、俺のそばから離れんじゃねえよ。ロンドン、パリ、ウィーン、マンチェスター。確信犯だな、おい。確信犯だな。わざとやったな、お前絶対わざとだろ。まあね、毎度のことながら、もうね、何回目って話なんで、多分3、4回目じゃない、これ多分4回目くらいかな、3回目くらいかな。ね、毎年恒例のね、中央大学ね、一般入試名物、捨てハゲ、ね、捨てハゲおもちゃ扱い、捨てハゲでね、遊ぶね、教学、教授陣、受験をお遊びにするね、クズどもですよ。ね、しかもいやらしいんだよね。なんかこういうリバプールとかさ、去年とかだとなんだ、生ハゲとかいうね、なんか俺の直接お 俺の直接名前を出すとか、ストレートなね話題じゃなくて、ちょろっと外してくんのよ、ね、リバプールとかさね、意地汚いんだよなこいつら、またかと、またですよ。もうね、飽きたよ、その時飽きてるやろ、多分 長くね、このチャンネルを見てるキッズたちもね、もう飽きてんじゃない、くっさって、きっしょって、いつまでやってんの中央大学のゴミと思ってさ、思ったっしょ。俺もね、もいい加減さ、それなんかおままごとやめたらってね、思っちゃったね。もうさ、このなんかリバプールとかさ、ね、しかもね、これ、汚いというかね、意地汚いのがさ、最後のオートリーンね、これ5つ選択肢があってさ、ロンドン、パリ、ウィーン、マンチェスターでさ、5つ選択肢がある中、最後の大鳥にね、持ってきてんの。ね、5つ並んでる中のさ、一番下よ、大鳥にね、持ってきちゃってんの。そこがさ、やっぱ意識してるよね。絶対狙ってるよね。わざわざさ、一番下にする必要もないし、まあ、そもそもリバプールって単語を入れる必要ないんだけど、ね、やっちゃってんの、最後に。そこが意地汚いよね。完全狙ってんのよ。リバプールとかいらないじゃん。なんでさ、これさ、ロンドン、パリ、ウィーン、マンチェスター、リバプールってさ、よく考えてみておかしくない？ロンドンと
マンチェスターとリバプールは同じ国なのね、うん、全部イギリスで、パリはフランスで、ウィーンは誰、オーストリア、分からんけど、あのこれさやるんだったらさ、あの全部違う国でいいじゃん正直、うん、分かんない、これ何の問題なのか分かんないからあれだけど、うん、そう、ロンドン、パリ、ウィーンでさ、他は例えばなんだ、ね、ローマとかさ、ね、マドリードとかさ、そうすればいいのにさ、なんかリバプールとか入れる必要ないよね、うん、間違いなく意識しちゃってた。でマンチェスターとか絶対あのサッカー系で、俺サッカー系 YouTuber だからそこにつなげてやったやろ絶対。でロンドンは俺がリバプールジョン・ムア大学に留学した時のね、あの伝説の10日間の最初に降り立ったイギリスの地、ロンドンのヒースロー空港、そっから撮ってるんで絶対、うん、でパリはパリ・サンジェルマンから撮ってるんで絶対、サッカーのメッシとかがいるねパリ・サンジェルマンから撮っちゃってるの、うん、ウィーンはこれね初本邦初公開になるけど、俺の母親が実はね、あのなんかウィーンにね、あのウィーン少年合唱団っていいんじゃん、有名な、そのなんかウィーン少年合唱団と一緒に歌えるみたいな、そういうなんか旅行のね、なんか HIS だから、なんか旅行のそういうさパック、日本の旅行のなんかそういうなんかプラン企画みたいなのでね、5、6年くらい前に行ったんですよ。だから全部入手してんの、全部、もうあの多分スパイが諜報員がいいんだろうね、あの中央大学にも、こっちにも捨て中の諜報員いるけどね、中央大学にも絶対いるんだよ、俺をね監視してるから、集団ストーカーで、で全部ね、あのもう筒抜けなんだよ俺の個人情報が、全てだから、ね、全てこれもね、あのな何もね知らない受験生からしたらね、なんかあはは、なんかリバプールがあるぞみたいな、捨てはげじゃんわらみたいな感じで、ね、ちょっとねくすってきたかもしれないけど、これ違うんだよ、知ってる人からすると、つうか、まあ俺本人からするとね、全てがね俺に当てはまってるよ。パリとかさ、ね、パリ・サンジェルマンの俺あのあれ持ってんのよ、パリ・サンジェルマンのさダウンあるから、なんか写真あげたでしょ、あのパリ・サンジェルマンとねマイケル・ジョーダンのコラボダウンみたいなの着てっからさ、全てねこれね俺へのね、そう、警告文書というかね、脅迫なんですよこれ、間違いなく、うん、怖いよね、こんなとこでまた脅迫してきたかって、またこんなに匂わせしてきたんだっていうね、もう怖くて眠れないんだよね、うん、ね、ほんと3年前、2019年のね入試ではね、リバプールジョン・ムーア・ユニバーシティっていうね、もうストレートに乗せてきたからね、うん、あそこからだよねやつらのね工作が始まったのは、あれが一番ひどかったけど、年々ちょっとね、あのバレないようにね、こう手を変え品を変えてね、なんかそこなんかちょっとずつね、あの分かりにくくしてきてんだけど、生ハゲとかね、うん、これごまかせねえよ俺の目は、悪いけど、うん、てかこんなんしてさ恥ずかしくないの君たち、中央大学のさ、あの入試作ってるさバカども、うん、こんなんさね、こんなん見たらさね、まあ、DM 送ってきたね、あの捨て中の子もそうだけどさ、受験生のメンタル破壊されるやろ、びっくりしちゃって笑っちゃって、あのカリスマ YouTuber 捨てはげさんの話題が来たってなってさ、もうその瞬間頭パーンってするだろ、うん、やめろよそういうさ意味わかんないことすんの、人生かけてんだよ受験生の子たちは、うん、それなんかお遊びでさ、人の人生破壊するのやめてくんない、うん、これ腹立つよね、腹立ったやろ、あの中央大学受けた子たちさ、多分何人か見てると思うけどさ、イラつくやろ、俺もイラつくもん、かわいいね後輩たちがね、こんななんかね、あのバカどものね大人たちのねお遊びに付き合わされてさ、それでちょっとクスってきてさ、気が緩んじゃったってさ、それであの点数落としてさ1点でも足りなくてさね、受験ね中央大学受かんなかったらどう責任取んのお前ら、人の人生もてあそんでんじゃねえや、命かけろ、捨て上げ取り扱うんだったら命かけろ、生半可な気持ちで取り扱ってんじゃねえ、生半可な気持ちで喧嘩ってんじゃねえぞ、やんのかおい、そういうことだから、そうイラつくね、こういうね、もう何回やんだよっていう、何回も言ってんじゃん、ね、そういうなんかあのアピールするんだったらもう直接メール送ってこいと、ね、仕事したいんやろ俺と、案件よこしたいんやろ、ね、コラボして、ね、俺を広報としてね採用して、あ PR キャラクターとして、
ね、使いたいんやろ。もうそういうなんかさ、匂わせというかさ、あの遠回しなアピールやめて。まあ、そんな女みたいなさ、ね、アピールするカマチョ女みたいなさ、やめてくんないっすよ、気持ち悪いこと。直接言ってきてくれないと分かんないから俺。ん？え？ちょっと待って。もうメモリーカードの容量がない。ちょっと一旦閉じて、メモリーカードの容量を開けて。ちゃんと撮れてるのが心配なんですけど、さっきの映像もどこまで撮れてたのか心配だな。このカメラ当てになんねえからな。もうこのカメラ5年以上使ってるからな、多分。あの、知ってる人は知ってると思うけど、俺がディズニーランドのさ、大雨の中ディズニーランド周辺を散歩する動画っていう動画があるんだけど、その大雨の中ね、これ使って一回故障しかけたりした、あの結構もうね、あのいわく付きのね、あの百戦錬磨のね、ボロボロのカメラだからちゃんと動くか心配なんだけど、まあ多分大丈夫だと思うけど、そういうことだからね。本当もうね毎年のようにやられるからね。なんかもうあれなんだろうね、もう完全におもちゃ扱いされてんだろうね、バカにされてんだろうね俺のこと。俺そんな安い男じゃないからね、悪いけど俺、ね、今でこそね、ただでね、あのそういう中央大学ネタ動画にして使ってやってるけど、俺あんまり舐めたことされるとね、もう使わなくなるよお前らのこと。別に俺お前らがいなくたってね、生きてけっからね、悪いけど。なんかお前たちさね、俺にわざわざ案件とかさ、仕事依頼しなくてもさね、勝手に無料でさ、俺がさ、なんか中央大学がやらかすたびにさ、勝手に動画にしてくれるからさね、なんか別にいいやみたいな、金なんか払わなくてもこいつ勝手に動画にするしなみたいな感じでさ、高く食ってるやろ、調子乗ってんじゃん。あんまりね、そういうね、舐めたことしてると俺そのうち使うパッね、もうすっぱりね、すっぱり使わなくなるよ。中央大学にね、その在籍してたっていうね、歴史すら全て黒歴史にして全くアピールしなくなるからね、だから気をつけた方がいいよ、そこら辺の交渉見合わない方がいいよ。俺もね、そんな安い男じゃねえしね、いつまでも我慢しないからね、だからそこら辺忠告しとく、そういうことだから、だから早く一刻でも早くね、連絡よこしてきな俺に、メールアドレス下に貼ってあるから。お前らのそのね、なんかなんだ、今年から法学部がさ、多摩キャンパスから都心の方のキャンパスに移転するんだって、またで、それでなんか復興をね、また中央大学復興を狙ってるのかもしんないけど、そんな甘くねえから、お前らだけの力でね、このままオワコン街道まっしぐらですから、何も変わんないからさ、てこ入れした方がいいよ、そろそろね、マジで何か新しい風吹き入れないと、終わるから、だから俺連絡してきな、前代未聞ね、その大学を停学になった男が、ね、その大学の広報部 PR キャラクターに就任っていうね、歴史上ね、類を見ないね、前代未聞のね、ショーを見せてやるから、早く連絡よこしてこいよ、ていうか、まあ、別に中央大学さんじゃなくてもいいよ、どこの大学でもいいや、全国、ね、各地いろんな大学とか、まあ教育機関、高校とか中学とかあると思うんですけど、どんなね、教育機関の方でもね、連絡いただければ僕お仕事するんで、この舐めたね、ふざけた中央大学とかでね、アホどもがね、ね、ずっと高くぐってね、悠長にね、こうぼーっとしてる間にね、他の大学の方にね、僕お声掛けいただいたら、そっちにもう移籍するから、そっちのキャラクターに移籍するから、ローランドみたいな感じ、ね、元柏レイソルのね、下部組織出身のローランドはね、セレッソ大阪の今ね、なんか PR キャラクターみたいなのやってんのよ。だからでもう今はね、もう僕の血は完全に桜色ですみたいな感じでね、セレッソ大阪のもう完全にね、虜というかね、専属キャラクターみたいになっててね、そういう感じになるからね、俺もいつまでも中央大学出身っていうね、このブランドでね、このキャラクターでやってもらうと思うなよ。他から声かかったらホイホイ行くから俺。だから皆さん、全大学の皆さんお待ちしてます。スポンサー契約というかね、結びましょう。相当な PR 効果あるよ。だからまあ、ね、年間そう1000万くらいでいいよ。1年間、ね、スポンサー契約というか PR 契約で、ね。格安ですから。1000万なんてね、くっそ安い、もうね、即ペイできるくらいのね、広告効果があるからね。そんな感じかな。そう。で、まあちょっと、
まあ長い動画がね好みのね坊ちゃんたちもいると思うからもうちょい話すけど、まあちょっと今回の中央大学の話とは、変わるんですけど、まあなんか、最近いろいろコメントとか、まあちょいちょい、で来る質問とかにちょっと答えます。なんだっけな、何々の動画見たいですみたいな、昔の須田家さんのこの動画見たいですみたいな、あの動画見たいですっていうコメントちょいちょい来るじゃん。でそれはね、その多くは須田家チャンネルメンバーシップっていうね、月額500円、月550円か分からんけど490円か、月額490円のね有料メンバーシップ、 YouTube のね有料会員のみが見れる場所で公開しております。だからね、そうそうたるね名動画のね、数々なんで、その有料会員限定で見れるね、あれは20本以上あると思うんだけど、確かそうそうたるね名動画です。大量にねそっちの方で公開してるんでね、下に概要欄にねメンバーシップの入り方、メンバーシップのリンクみたいなの貼ってあるからね、まあその悪いけどね、ただで見れると思うのよ。日々ねこんなね面白い動画ね、この動画もそうだけどね、ただで見せてやってんだからさ、さらに価値のある動画はただでは見ないよ。そんな感じです。チャンネルページに飛んでメンバー再生リストっていうさタブあんじゃん、俺のチャンネルの再生リストってタブの中にメンバーシップ限定動画っていうのがあって、そこでラインナップ見れるから、入らなくてもどの動画があるかって見れるのね。だからこの動画見たかったやつだってねなってね、見たくなったら入るといいよ。ただで見れると思うなよ、こっちもビジネスなんだ。あとはなんかよく聞く部活動がどうのこうの動画はまた見せてくださいっていうねコメントよく来るんだけど、その動画は無料で公開してる、すでに結構このチャンネルの初期の方のに公開してるから探してみてください。ただタイトルで検索しても見つかんないと思う。そのなんか俺ってさ、その最初の頃この1個前のチャンネル削除しちゃって、でこれ2つ目のチャンネルなわけですよ。だから前のチャンネルにあった動画を再アップしてんのよ、最初の頃いっぱい。でその中に埋もれてるというか、そのいくつかの動画を1つの動画にその抱き合わせて合体させてアップしてることが結構あるから、そのタイトルで検索しても出てこないのかな。捨てはげ部活とかで検索しても出てくるのかな。まあちょっと出てこないかもしれないんで探してみてください、最初の頃の動画、ある動画の後ろの方にポンってくっついてたりする、でそうなんか多分あれだな、部活なんてやめちまえみたいな、そういう動画だよね確か、公開してるんで探してください。まあ昔の動画とかさね、またホイ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 再生してさ貢献してくれ、ね、いっぱいこう SDGs だからね、過去動画もね再生してさやっとけ。こんな感じで、あとはそう、この後ろのこれね、これ何か気になった人いると思うんですけど、これ去年こじきん TV っつって、俺が視聴者からね Amazon 欲しいものリスト使っていっぱいね物をねせしめた企画があったじゃん。その時にもらった、まあ、洗剤、食器用洗剤のジョイの詰め替えです。これ未だにこれ以上ある、これ多分一部、これで全部かな、多分まあこれ以上あるんだよこれ。まあこうやって見るとクソでかいんですよ、俺の顔よりでかいから、クソでかいね詰め替え、まあ、覚えてる人多いと思うんだけど、まあこれなんで今日ね並べきてるかっていうと、よくさ「こじきん TV またやってくれ」と、もうまたAmazon 欲しいものリストの企画やってくれっていうさコメントよくあるじゃないですか。で僕まあそれもちろん確認してんだけど、でも、まあ、やってないじゃん。なんでやってないかっていうと、まあ見ての通りあまりにもね、消費しきれてないんですよ、まだもらったものを。あとねこっちにもあるんだよな、そうこれお茶とかさいっぱいあるんだよ。でまあ別に消費してなくてもさやれよって思うかもしれないけど、まあうちあんま広い家じゃないんですね。そんな僕別に家ね、そこらのバカなね YouTuber たちみたいにね、家賃ね何十万とかね何百万とかでね、何の意味もないね、そんな家賃にねバカみたいに金かけても何も意味もないのに、そういうなんか高い家に住んでるやつだと違うから、広くないんですよ僕家で。とにかくねもうその時にもらったギフト、アマゾンのものでもうとにかくね家があふれ返ってるのね。だからやりたいんですけど、こじきん TV またやると家がねパンクしちゃうんだよ、
おそらくさ、ね、1年待たされた、ね、信者たちがね大量に送りつけてくるやん、あブヒブヒさ言ってゴキブリみたいにカサカサって、うん、でも俺もねそれをせしめてねやってね、ね搾取してやりたいんだけど、家がねやっぱね、うん、いかんせんやっぱバカな YouTuber たちと違ってね質素な家住んでるからちゃんとね先のことも考えて、うん、だから物を置くスペースがないんでできないって感じです。申し訳ないですけど、だからまあなんか、まあ、引っ越す、まあ当分引っ越すことはないのかな、わかんないけど、まあ何かしらの工夫をして物を置くスペースをちょっと作ったりとかして余裕ができたらやるかもしれないんだけど、わかんないね。まあ正直言ってね、あの物じゃなくてね、アマゾンギフト券だけ送ってきてくれるんだったらいつやってもいいんだよ。欲しいものリストにさ、アマゾンギフト券だけさポンって入れてさ、でみんながみんな絶対にアマギフしか送らないって言うんだったら、あのいやできるんですよ。アマゾンギフトカードなんてさ、いくら送られてきても余裕だから、捨てればいいだけだからさ使って。ただそうじゃなくてさ、あれなんか勝手にさ自分の好きなものを送りつけられるじゃん、そのシステムの欠陥なんだけど。ただそれガードできるのかな、なんか最近仕様が変わってそれ拒否できるみたいなのになったんだけど、わかんないけど、まあなんか それやってくるさキッズいるやん、うん、てかまあそれがメインコンテンツみたいになってるからさね、渋々さくっさいさね物とかさ、俺受け取ってんだけどさ、うん、ああいう寒いことしてくれるガキいるやん、そいつらのせいでね、とにかくねパンクするんですよ、うん、だから、まあ検討はします。ちゃんと二度とやらないってことはないです。いつかやるかもしれないけど、ちょっと時期は分からないって感じです。まあ、その時のために、金貯めときやー。おい。まあ、別にいいんだけど、その企画をやらなくてもね、日々ね、何も言わなくても、Amazon ギフト券とかね、DM とかで番号を送ってくれたりすることがいるから、ちょいちょいね。うん。だから別に、その、こじきん TV って企画がなくてもね、どうしても送りたかったら待っとるで。うん。そう。別にね、いつでもウェルカムだから。うん、信じる者は救われる。待ってるよ。そう、こんな感じですかね。このさ、上位を並べてさ、なんかね、またね、寒い大喜利するやついるんやろ。どうせね、人生は全く上位じゃない男とかでさ、なんかクソ寒いさ、3秒で考えられるのはさ、どうせそういう寒いクソみたいな大喜利するやついるやろ絶対。まあ、じゃあ大喜利コメントについてもちょっと話しとく。どうす、まあ、でもこれ他の動画で話す、どうしようかな。まあいいか言った。まあ一つ言ったのは、別に何を書いてくれても構わないですよ基本的に。そう、殺害予告とか犯罪的なコメントとか、 あとは視聴者同士の喧嘩とかちょっとやだな。それは俺のことはボロクソ何言ってもいいけど、視聴者同士で喧嘩するのはちょっと、ね、損失だから、もったいないからね。それは、それ以外だったらまあ別に何言ってもいいです。リスナー叩きはね NG ってやつだね。原忠之さんとね教えを請うとね、そうリスナー叩きは NG、まあ、それ以外だったら、うん、何でもいいですかね。そうだから、まあでも一つ俺のアドバイスというか、その男、何々な男っていうコメントにこだわる必要はないと思いますよ。そのなんか形にこだわって逆につまらなくなってる傾向があると思うんで、まあもともとね、何でもいいけど俺別に大喜利面白いと思ってないから、なんかこいつのコメント欄昔は面白かったのにつまらなくなったなとか、なんかさ車に構えた達観したガキいるやん、まあ、そういうの見るとさ、いやもともと面白くねえんだよなとかさ、ね、ニヤニヤしながらね俺見てんだけど、そう別にもともと面白くないから変わってないから、コメント欄の質云々に関してはね、別に個人的に、何も思ってないですね。全然変わってねえだろうっていう、コメントの 数が少なくなっただけで、そんな感じかな。昔は毎動画1000、2000コメントは基本だったけど、今はまあ300とか400とか500とか、数が下がったって感じですかね、うん、コメントはたくさんしてくれた方が YouTube のアルゴリズム的に、まあ、いいんで、かといって嵐みたいなコメントとかゴミみたいなね低レベルなコメントを量産されても困るんだけど、ただそのいわゆるなんか男構文みたいなさ、何々な男っていう形にこだわって逆に窮屈になってる可能性があるから、そこにこだわる必要はないと思う、コメントをする場合、それを使わない方がなんかいい場合っていうのもあると思うんで、
まあそこ考えときゃ、うん、この想像力の勉強だぞ、試験だぞ、うん、そうだから型にはまる必要はないってことですよ、うん、ってな感じかな。なんだ、あと何かあったかな、うん、あ、まあ勘違いしないでほしいのは、大喜利を批判してるわけじゃないですか。コメントはされた方が YouTuber にとって得なんで、うん、していただいて構わないです。そう、ただ別に俺はその大喜利の支持者とかではない、もう傍観者だから、ただの否定も肯定もしないって感じ、うん、もうなんかガキどもがやってるみたいな感じで、うん、達観してね、上から見てるだけだから、そう、そのどういう、そう、こう流れになるかっていうのをね、観察してるから、うん、何も俺は基本的に手は加えません、うん、その視聴者のやることに対して、まあ、もちろん犯罪的な行為はやめてね、ああ、よく捕まってるやん、毎年のようにさ、ステージで捕まってるやん、それならやめてくださいね、なんか胸くそ悪いから、ああ、まあ、そんな感じかな、うん、まあちょっと今日も ねおしゃべりクソ野郎だから俺、ああ、ね、川崎の品川雄二だからさ、おしゃべりクソ野郎だから喋っちゃったね、うん、またね、おしゃべり好きなんで僕、うん、やりました、こういうおしゃべり動画。3月は広告単価が一番高いんでね、1年の中で、できるだけ結構今よりかは高い頻度で動画を出すと思います。どういう動画を見たいかとか書いておいてください、コメント欄に。別に大喜利にこだわる必要ないから、なんか他のコメントも書いていいんで、なんか書いておいてください。